美人メーカーへようこそ。今回紹介するのは、元 TBS アナウンサーで、現在フリーアナウンサーの宇垣美里さん。さん。1991年4月16日生まれの31歳。身長162センチ。兵庫県出身。趣味は映画や舞台鑑賞、読書、旅行、コスメと幅広く、コスメ愛を綴った美容本も発売しています。2歳からピアノを習い。 ピアノ発表会や、小学校時代の音楽会にて、ピアノを演奏。中学時代の成績はオールが、さらには生徒会長と、多忙な中学校生活を過ごします。2010年、同志社大学制作学部に進学。2011年には、ミスキャンパス同志社に、出場しグランプリを獲得。2014年、同大学卒業後、TBS テレビに入社。朝の情報番組。 朝ちゃんのニュースコーナーも担当します。その後、2019年、テレビの冒頭にて、うがき、やめますと言って、TBS テレビを退職し、フリーアナウンサーとして活動していく、と発表しました。翌年より、オスカープロモーションに所属することを発表。また、アナウンサーをしながら、週刊プレイボーイのグラビアモデルも数回務め、ヤングジャンプでは、 表紙及び担当グラビアを担当、曲穴がヤングジャンプの表紙を担当するのは、スミレーナ以来、二人目となります。今後も多方面で活躍する、宇垣美里さんから目が離せませんね。このチャンネルでは、女優、アイドルモデル、女子アナなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。